皆さんこんにちは、ファイトです。今日はその続き、はい、いきますよ。バーベルベンチプレスね、はい、ではですね、実際にどのような重さでやっていくか、どのような風にやっていくかお話します。まず1レップが100キロの人ね、1回しかできない、うん、それがだいたいですね、肥大させるためにはその最大が100キロの人は 75% の75キロぐらいを10回って言われてるんですけど、ここでポイント、俺はその10回やるでしょ、で最後の最後8回目ぐらいからできるかできないかぐらいで、9回目ぐらいからできるかなできないかなって、で10回目、あーちょっと無理だ、これねちょっと無理だ、あーでやめる。普通みんなできないんですよ、やめること。いくよ、もう一回いくよ。10回だよね、10回。それなのにこうやって9回はできたんだよ、9回はできて10回いけないなと思ってここでねやめちゃうんですよ。離してポンって言って置いてで終わっちゃうのね。だけどその次10回のここができるかできないかが一番肥大、これね破壊するのに重要なポイントです。10回目できるかできないか、できちゃっただったら11回やるんですよ本当は。ここでできるかできないか、うーできない、うーちょっとね、これできないんですよ。なぜかというと周りに人がいたり上で終わらせようと人間思っちゃうんですね。これ下の状態でこれ終わるとこうやって、うおお、ここの状態からねもうねかなりしんどくてね、上上げることできないんです。だからこれ一回外れて立ち上がっておっこらしょってやんなくちゃいけない。そうするとね周りの目があるんだよね、あいつできなかったな、手伝いましょうかなんて言っちゃう。でも本当はねそうじゃないんだよ。これをできないっていうぐらいうーってやってるところが一番重要だから、上に上げられうーって終えるの。これやってる人を見るとね俺ね素晴らしいと思う。ああっつって、あいつは明日ご褒美もらえるんじゃねえの、筋肉痛みたいなね風に思うんだよね。だからね俺のねポイント、ネットとかでねそういうのね載ってんのかな載ってないのかな、なんだかんだこれね細かい話はしてるんだけど、俺の重要なポイントは人の目を気にせず自分のその重要でねやって、できないぞ、10回でき、うわできなかった、うっていう感じです。はいはい、今日のポイントはそこまで。つまりこれ思いっきりグーってグーってねやって、最後グーって感じ。それをね思いっきりねここね筋伸ばしながらね上のねフックにねかけ落としてね、ううーとかねこうやってね体がね変にね あれ危ない、だったらこのままうーって下ろしてください。そこがポイントでした。ではですね、今日はねこんな簡単な話で終わりたいと思います。またこの続きね、もっともっとポイントがありますのでまたやりたいと思います。皆さんこんにちは、ファイトです。今日も頑張ろう。皆さんバーベルベンチプレスしてますか？そのちょっとしたポイントをお話ししてきました。俺はですね、そうやった、それをね、意識しながらね、するだけでね、まあ、そのポイントをね、意識していつもしているっていうお話をしてました。なのでね、皆さん、今後もバーベルベンチプレス楽しみましょう。それでは今日はここまでで。じゃあねー。はい。ということで、今回はですね、なんで上半身裸かっていうと、編集していて、なんか気痩せしちゃっててさ、なんだあいつって思われた。